カモンマテリアル。マテリアルの坂上五郎です。マテリアルのあゆみです。カモンのひろです。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために配信している番組でございます。はい、今日はですね、8月の26日もう最後に来ました。はい、あ、早い早いっすね、うん、もう暑ますね。はいはい、まだまだ暑いですか。はい、はい、そんな8月26日はどんな日なんでしょうか。はい、この日は何です。はい、今日はシルマンデーユースホステルの日なんかシルマンデーっていうのがなんか帰れマンデーみたいな。はい、はい、ユースホステルの創業者、はい、リヒャルド・シルマンを記念する日です。はい、シルマンの日ってことね。そうです、はいはい、シルマンはドイツの小学校教師でありました。うんうんうん、1909年明治42年の、8月26日、うん、生徒たちと遠足に出かけた時、突然の大雨のために小学校で雨宿りをした。しかし夜になっても雨は止まず、そこで、一晩を過ごすことになった。この経緯から旅行中の青少年が何かあった時に駆け込め、安い料金で安心して宿泊のできる施設の必要性を感じ、ユースホステルを創業しました。はい、この日には世界中のユースホステルで、記念行事が行われているそうです。なるほど。まあ、なかなかね、ユースホステルであの利用する機会なかなかないとかいう感じもあるんですけど、ちなみに大阪はどこにあるか知ってる？実はあの僕らは何回か使ったことあるんですけど、あのいや、ユースホステルは使ったことないんだけど、うん、その施設は使ったことある。ココプラザって新大阪にあるんですよ。はい、であそこはあの大阪市立青少年センターっていうのが正式な名前なんで、うん、であのその上にだからあそこの、その何貸し部屋がいっぱいあんねんけど、うん、その上のところにユースホステルが実はあるんですよ。じゃあたまにっていうかよくあの外国人の人とかあの辺で見かけたりとか、そのままユースホステルを利用してはる人なんですよね。はい、はい、まあまあ、あのそういう施設がね、安心して使える施設があるというのはいいことですよね。はい、はい、そしてもう一つ、レインボーブリッジ開通記念日となっております。おっ、来た。はい、はい、1993年昭和、じゃあ昭和じゃないよ、平成5年、うん、の8月26日、東京で東日本最大の吊り橋レインボーブリッジが開通しました。はい、レインボーブリッジの名は虹の橋という意味で、一般公開公募により決められた愛称です。はい、正式名称は東京港連絡橋であります。全長798、幅が49メートル、主塔の高さ126メートル、水面からの高さが50メートルで、上層が有料の高速道路11号台場線が走ってます。はい、で下が、2層の臨港通路ですね。うん、はい、あの無料の道路と遊歩道とゆりかもめの2層構造になってます。はい、で日没にはライトアップされ、レインボーブリッジ開通記念日など記念日とかにはね、虹色の特別ライトアップがされますっていうとなってます。はい、もうレインボーブリッジといえばね、はい、もう歌にもものすごい歌われてるし、いろんな人がレインボーブリッジのことを歌った歌が、もう長渕剛も歌ってますし、あのそれこそね、あのブリッジとかもいろんなあの、まあ、あの何やハウンドドッグとかもね、うん、あったりとか、もういろんな人が歌ってますけど、うん、僕ら世代でいうともうレインボーブリッジというと封鎖できるかできないかレインボーブリッジ封鎖できません。ね、あの、踊る大捜査線ザムービー、うん、レインボーブリッジを封鎖せよっていうのでね、うん、レインボーブリッジの真ん中で織田裕二が封鎖できませんって言って叫ぶっていうね、うんうん、これなぜかこのマイクやってなそうですねもうこれ知ってる世代がさ、もうねもうね、うん、ないな、もう若い子は絶対知らんからね。はい、あの俺らで織田裕二って言ったらさ、あの、うん、何やったっけ、 V ローとかなんかの、 あの、はい、目薬のそう来たーで、はいはいはい、ね、来たーっていうのがなんかもう俺らの中でのあれやけど、うん、もうそれも知ってる人ほとんどいないし、うん、
ですよね。確かにね、うん、お守りの方もやってましたもんね。そうそうそう、あの山本なんとかってね、うん、人がねやってましたけどね、うん、はい、そうなんです。あれはもうネタとしてだから古すぎて使えないですよ、うん、多分ね。え、なんですかそれってなるんですよね。若い子意味が分からへんからちょどんとするみたいな。何が来たんっていう、うん、で、おっさんらだけゲラゲラ笑ってそんな世界になるんでしょうね。はい、はい、はい、以上です。はい、はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、それでは、今日のですね、このプレゼンありかなしか、はい、なんですが、めちゃくちゃ久しぶりにですね、うん、スタジオゲストです。やったー。いやいやいや、もうずっとね、VTR ばっかりやったからね、うん、はい、まあ、それが、今日はですね、スタジオゲスト来てます。では早速お呼びしたいと思います。はい、ドラゴン川本隆博、イエーイ、お願いします。はい、本物、本物や、本物や、いやいやいや、久しぶりの本物やね。本物やね、前偽物やったしね。うん、なんかで、あとなんかちょっと太ってるやつな。で、あとなんかあのビデオ出演とか ねやったけども、はい、うん、なんかしもべを送り込みますとか言ってたやつあったけど、はい、1年ぶりぐらいじゃないですか。ね、久しぶりです、ありがとうございます。はい、ということでですね、今日はですね、川本くんに来てもらったんですけど、うん、何し来たん今日はね。はい、前回もドラゴン映画祭で来てんちゃうかな、うんうんうん、カバのあるの、ね、そう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 、今年もやります。このようにやりますね、うん、はい、ちょっとその宣伝ね、はい、そうですね。でもね、はい、今日はね、うん、ドラゴン映画祭というよりも、うん、僕の中のね、うんうんうん、目玉作品、はいはいはい、目玉上映作品が、そうやな、もうこれは最初に、うん、あのドラゴン映画祭言う限りはこれをやりたいっていう、うんうん、そのね紹介を、はい、ドラゴン映画祭全体の紹介は、うん、まあまあ後日ということで、うん、そうですね、はい、今日はね、僕はなぜもう一回ドラゴン映画祭を、うんうん、もう一回っておかしいな、ハッカーがやってるのに僕はなぜまたドラゴン映画祭をやろうとしてるかというと、うんうん、この映画をどうしても上映したいなというので今日はちょっとね、そうですね、そうですね、はい、その辺についてちょっとね、うん、いろいろとお聞きしたいと思います。はい、じゃあスタートしてからですな。はい、ね、はい、では いきます。はい、はい、大丈夫ですか。はい、はい、ではこのプレゼンありかなしかスタート。はい、ということで、何があったからこのドラゴン映画祭を今年やろうと、うん、やりたいと思ったかっていうところですね。まずですね、うん、僕はカバという映画のね、はいはい、監督なんですが、そうそう、はい、カバなんかもうどうでもいいんですけど、どうでもよくないわ、あんた今でも上映して回ってるから全部、まあ、僕はね、うん、なぜ映画監督になったか。ああ、そこな、そこやね、そこやね、うん、この映画を見て、うん、映画監督になりたいなという、うんうん、そういう人結構多いのよね。映画があるんですよ、うん、はいはいはい、その映画がね、はい、ついに僕の手でね、うん、上映をして、はい、できるっていうね、はいはいはい、まあまあいろいろ配給会社と交渉しながら、はいはいはい、はい、うん、どうせやるんやったらもうドラゴン映画社でやりたいなということで、うん、はい、で、その映画はリュウジっていうね、はい、ちょっと出してもらおうかな、はい、うん、これですよ、これですよ、これですよ、多大な影響をいろんな人に与えた、金子昌司主演、はい、うん、監督はね、川島徹監督ってね、はい、83年公開だったかな、そうですね、うん、だからちょうど40周年、そう、今年ちょうど40周年、公開40周年でね、うん、まあ、リュウジっていうのはとても有名なヤクザ映画です、はい、あ、ジャルとしてヤクザ映画なんですよ、そうですね、はい、70年代は仁義なき戦い、はい、まあ、その前を言うとちょっと言うと高倉健の、ね、70年代は菅原文太は仁義なき戦い、うん、80年代は金子昌司の隆史、うんうん、っていう感じでね、こうどん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 ヤクザ映画が進化していくんですけど、うん、この隆史っていうのはまず、まあ、あらすじから言った方がいいかな、うんうん、まあ、どういう映画かというと、はい、まあ、単純に言うと今までのヤクザ映画は、うん、切った張った、うん、打った打たれたっていう抗争事件がこう、うん、メインにある、まあ、いわゆるバイオレンスというか、うん、アクションという、うん、でもこの映画はね、ヤクザ映画やねんけど一切ないです、そういうシーンは、まあ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 、あのメインでそういうのは扱わないね、扱わない、うん、で、まあ、どういうストーリーか、ストーリーをね、今回ちょっとすごい単純なドラマなんですよ、うんうん、一人のヤクザが、うん、まあヤクザを辞めて敵になるんだけど、うん、でもその敵の世界でも生きていけず、うん、またヤクザの世界に戻っていくという、うん、まあ、こういう単純なストーリーが、まあまあまあ、そうですね、はい、なんかめちゃくちゃええね、うん、これはね、
まあ、僕もそうやねんけど、うん、もう不安がすごくの龍二は、うんうんまあ、当然高倉健さんとかね菅原元陣屋の方でも不安が多いと思うけど、龍二はね特にねなんていうんかな、熱狂的な不安、うんうんうんまあ、僕もその一人なんだけど、うん、芸能人でいうと千原ジュニアとか、いやあと日浦もですけど長渕剛、いやそうですよ、はい、トンボとかね、もうねもうね笑ったあれ、うん、あのチンピラって歌の中に6尺足らずの5尺の痩せこけた体でって出てくる、それはもう龍二の龍二の名名台詞ですから、でトムラとエイジっていうね、エイジエイジ、はい、映画あって、はい、ありました、ね、あれも多分もう龍二の龍二ですやんな、もうな、はい、うん、昔よくね長渕キックやった、そうそうそう、はい、あれ金子正直かね、そうそうそう、ほんまにほんまに、あのしかもねトンボのね主人公の名前が小川英二やね、だから英二やね、そうなんや、せいぜいせい、へえ、それ長渕ファンから話してんの、うん、で英二が、うんうん、喋ってる喋り方も、うん、実は金子正直さんのこの龍二の喋り方、そうやな、なんね、うん、だからねそれぐらいね芸能人っていうか芸能界の人も、うん、にも多大な影響を与える、いやいや本当に本当に、いやでまあまあ、うん、僕、うん、カバーを取った天才監督、うん、僕も自分で天才やと龍二に、まあ、憧れてというか、うん、憧れてじゃないな、龍二を見てそもそもね人類の戦いを見て、うん、映画ってえなって、うん、日本映画ってえなって思って、うん、そこから龍二を知ったんやけど、うんうん、とある南のバーのね、はい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 、おじいちゃんに教えてもらってんけど、うんうんまあ、その話は長くなるからいいんだけど、うんうん、それで龍二を見て見たんかな、はい、20代前半だったかな、うん、中頃か、20代半ばぐらい、うんうん、でそれまではね映画ってどうやって撮ったらいいんかなみたいな、うん、まあ、俺映画学校も行ってないし、うん、その助監督とかなったわけでもないから、うん、映画を見ながら映画を学んだんだけど、龍二を見た時にこれやったら撮れそうやなっていう、ちょっと必要な映画なんだけどまあまあ、ね、ちょっとね、うん、そう、なんやろ、決してすごい簡単に撮れそうな映画という意味ではないんだけど、なんかね、ハートで撮ってるような、そう、先生、なんか技術で撮ってる、うん、それまではやっぱ映画会社がやっぱり大金かけて撮るやんか、うんうんうん、でも龍二に関してはねこれはね自主制作なんですよ、そうです、うん、そうです、うん、いわゆる日本映画界初の自主制作って言われてるらしいね、うんうんうん、まあまあそれ、それまでに、うん、もちろん自主制作いっぱいあったと思うんだけど、うん、学生が撮ったりとかして、うんうん、でもしっかり世に出た自主制作っていうのはこの龍二が初めてらしい、うん、なのでそういう意味ではすごくこうまあ多分資金もそんななかったやろうし当時で言うからね、うん、だからみんな自主制作を取る男の子は、ねうん、このリュージュを見てこれならできそうっていうなんかあるやん、必要な言い方じゃないですよ、いやそうそうやね、だからね、なんて言ったらいいかな、生活描写とか、そういうのが中心なのよ、だからすっごい人がいっぱい出てきて、ごっつい衣装着たお兄ちゃんなんか出てきて切ったはったやるとか、うん、そういうお金かかるやつじゃないのよ、だからまあ単純に龍二と舎弟2人と、うんまあ、奥さんみたいなこの4人なんて思いましたけど、でも大人になってからもう一回ね、うん、こう見返して思ったのが、このまあ人物描写っていうかな、うん、人間のこの中にあるものの脚本、これはすごく練られた脚本だなっていうのは、うんまあ、後に知ってくるんだけどね、うん、自分が映画撮り出してから、だからこれは偉大な、うんうん、この若い頃はあこれたまねできたなとかいうちょっとふざけてるわけじゃないんだけど、うん、ちょっと舐めてたけど、うん、でもやっぱ大人で見てみるとこれは撮られるなって、うん、このストーリーがね、うん、でもね実際カバーを作って、うんうん、川島徹監督、はい、リュウジの監督、はい、金子翔士さんというのは脚本主演なんですね、そう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 、で川島徹監督というのが言うんですけど、僕会いに行きました、はい、実際九州まで、ね、カバーを見てもらって、はい、でカバーを見た瞬間に、うん、僕はリュウジを思い出したよって、龍二の撮影を苦労しただろうと、あ、ちなみにパンフレットも出しますんでね、あーパンフレットで細かく書いてあるんですけど、龍二と一緒だなと、君は一緒に苦労したんだなって時はもうすごく感動した、ね、あーそれ嬉しいよね、嬉しいやん、龍二と一緒って言う、龍二を見てるようやと、このカバーを見た時に、うんうん、そういう時にね、もう映画監督やめようと思いましたもうええわこれ以上は誰に褒められたこれ大好きなの、うん、これをね、11月25、26、うん、土日ね、はいはい、うん、ドラゴン映画祭で2日間、3回上映かな、ぜひ上映してね、うん、なんかね
もちろん龍珠花でもねいっぱい見てもらいたいけど、そうなんかね今映画を撮ろうとしてるの今撮ってる若い人たちもね、ぜひ見てほしいですね。うん、でそこでねこの人のこの魂というか、うんうん、映画を撮るガッツみたいなね、そういうのをね、でこれあれよね、あの上映した後になんとトークがついてるんだよね。会社も撮る監督がね、ね来てくれます。3回ともやで、うん、全全部、ね、全部の上映会の後に3しかも30分、他のやつは15分しかないんやけど、この回だけは30分がつり、まあ、ただね、うん、もう会社も撮る監督も70半ばぐらいなんかな、ちょっと九州の島に住んではるっていうのを聞いてるんで、もしかしたら、ね、その体調とか問題で、もしかしたらね、あのもしかしたら来れないかもしれないんで、その時はまあ僕が独断喋りますお前いらんねん言われそうでもね、うん、あのやっぱり龍二ファンはね、多いし、まあ、今回ドラマ屋さんね、ソーンジっていう、はい、僕の映画の主題歌を歌ってくれる、はい、バンドがいっぱい、まあ、そのボーカルのね、ナベさんも龍二大ファンで、ああそうなんや、うんうん、そのナベさんが当時俺スクリーンで見てないと、no. パーフェクトなんです、これはもうドラゴンが持ってた方がいいよと、おーおーおーおおすごいすごい、ぐらいナベさんも龍二の大ファン、うんみんなも監督にはニコみたいな感じで、なるほどなるほど、うん、やっぱり当時どんな苦労があったのかなって、うん、で自主制作やのにやっぱ35ミリフィルムで撮ってるって、はい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 、当時はビデオもなかったやろ、そう、うん、それはすごいよねっていう、うんうん、その辺のね、あの監督にはどんな嫌なことがあったのかとあったやろないっぱい、そういうことをね、あの聞きたいし、あとは金子庄司さんっていうのはね、この映画を撮って、公開した1週間後に亡くなってます。ね、うん、だから伝説のスターでもある。ね、だね、それ以降、リュウジであった、それまでは無名の役者さんで、リュウジで、まあ、ブルース・リーみたいなもんですから、だからね、そういう意味では金子庄司さんがどういう方だったのか、これ誰も知らないですからね、確かに、あのほとんどメディアに出てないので、本当にもう川島徹監督しか出てないんです、で、まあ、そういう映画をね、映画を見て、あおかつ川島徹監督にも、いろいろお話ししてるということで、はい、この映画は、はい、皆さん見ないと、うん、損ですよ、もうやらないかもしれないですよ、うん、確かに確かに、はい、なのでね、ぜひともね、ドラゴン屋さんにみんな来てほしいなと思います、はい、ということで、はい、11月25日、26日、ぜひ龍二を見にね、ドラゴン映画祭、2023に、皆さんお越しください、はい、ということで終わりました、いやでもほんまこれね、ドラゴン映画祭のまあまあ、ドラゴンと僕とそれから、まあ、あのマテリアルと3社でね今回主催という形でやらせてもらってるんですけど、でその中でもうドア玉の時からリュウジやりたいってもうずっと言ってたでその時はまだその誰がフィルム持ってるかも分からへんし、あの果たして俺らが上映できるのかっても全然分かんないで、上映するにあたって何もかかんねえやろとか全然分からへんかったもんね、でその中で、まあ、細いつてをたどっていって結果交渉した結果今回ね公開できるっていうことになった、そうだね、40周年やからもともとイベントも考えたかったみたいで、まあ大阪京都ではやるのかな、あ東京ね、東京もね、で当時はねやらせてもらえないかもしれないけど、僕は自主上映はね、でも西成配給会社の人も西成ならぜひっていう、あのまあ会場がねスペースハウスっていう、そうですね、はい、あのある会場なんで、はいはいはい、しないならば西成龍二を見てみたいなっていう、人もやっぱ多かったみたいで、ね、それでまあ、まあ俺やったらちょっとドラゴン野菜だったら、かけていいよって言われて、それが嬉しかったですね、まあまあだから本当にタイミングもいろんなことがねピタッとあって今回できるっていう感じなんで、まあ、ぜひぜひ見に来ていただきたいなと思います、はい、ということで今日は、まあ、もう丸です、みんなではい、せーの、丸なので、丸出した以上は皆さんですね、11月25、26、土日ですけど、西成スペースハウスにですね、見に来ていただいて、まあ、リュウジだけじゃないです、他、22作品、まあ、前夜祭から込みですけど、上映しますからね、そちらのドラゴン映画祭来ていただいて、リュウジも一緒に見ていただくと、トークも聞いていただくと、ぜひともお願いします、はい、ということで今日はドラゴン川本隆弘に来ていただきました。ありがとうございました。はい、ということで次、あゆみ。はーい。はい、お店の情報です。絶賛
上映中です、はい、広山琴葉セレクションショートムービーバージョンボリューム1です。はい、はいはい、なんとあと2日間ですね、今日と明日となっておりますので、うん、ぜひまだの方間に合います、はい、お越しください、お願いいたします、うん、4作品ショートムービー、平山さんのもとに集まったショートムービー4作品が見れます、はいはい、平山さんの出演はないんですが、もしかしたら平山さんが来る日が、ね、うん、当たっているかもしれませんので、ぜひお越しいただけたらなと思います。来るかもしれないですよね、はいはいはい、お越しいただけると思います、はいはい、料金2000円プラスワンオーダーとなっております、はい、ぜひお越しくださいませ、はい、そして28日がカバの日の、はい、8月の第4週目カバの日となっております、はい、19時、上映開始となってます。料金が1500円です。ぜひぜひまだ見てないよって方来てください。1回見たよ、2回見たよの方もどんどん来てください。よろしくお願いいたします。はい、はい、そして30日31日が演劇映像上映です、中野劇団の上映となっております。はい、はい、30日水曜日が、会議家族が19時30分スタートになります。次が31日木曜日が10分間2019タイムリープが止まらない、はい、でも19時30分上映開始となっております。料金の方が1000円プラスワンオーダー制となりますので、ぜひぜひ皆様演劇映像も楽しんでください。よろしくお願いいたします、はいはい、そして9月に入りまして野本梢監督特集です。はい、はい、一気見上映またしますよ、うん、はい、今回はなんと6作品が一気に見れます、はい、A 面 B 面に分かれて3作品ずつ、上映します、うん、各1500円で、ワンオーダー制となっておりますので、ぜひぜひお越しください。この後ゆっくりと内容を説明させていただきます。はい、はい、そして、9月の6日から10日にかけまして広山琴葉セレクションショートムービーバージョンボリューム2です。2です。もうすぐに2をやってきます。はいはいはい、なるほど、はい、なのでぜひぜひお越しくださいませ、うん、料金はね、一緒で、はい、4作品上映させていただいて2000円プラスワンオーダー制となっております。内容の方はね、またホームページサイトの方を確認ください。よろしくお願いいたします、はい、そして9月に入りました、カバは11日と25日となっておりますので、こちらの方もね、ぜひまだの方お越しくださいませ。そしてなんとなんと9月13から21にかけまして、うん、はい、ちょっと長いな、はい、ロングですが、ライフオブライフワークライフワークオブアキラ黒沢、はい、黒沢明監督のドキュメンタリー映画を上映させていただきますので、はい、ぜひお越しくださいませ、うん、はい、13から21日で19日は定休日になりますのでお休みになりますが、はい、なんとね、16、17日は川村監督がなんとお越しいただけますので、うん、ぜひぜひお越しください、うん、アフタートークしていただけますので、はい、お楽しみください、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、はい、以上ですもう、はい、ダーッと一気にいっぱいあるから、はい、だから嬉しいですね、こんだけ上映があったら、ね、はい、嬉しいです、ね、はい、全部来てください。はい、じゃあ行きますよ、はい、今日のグッチョーイ。野本梢監督特集一気見上映です。はい、はい、9月1日から始まります、上映会になります、はい、6作品、野本梢監督の6作品、うん、なんとね、もうすごいなと思う6作品ですよ、6作品一気に見れる、ね、はい、いや、この人ほんま、あの、いつの間にかものすごい数撮ってたみたいなやつ、はい、そう、だから自分でも分かってないぐらいの量の作品があるんで、うん、はい、今回はよりすぐりの6作品です、はい、はい、内容が私がパンツをあげるなら9分の作品です。すごいキュートです。9分です。トイレ多いんですよ、でも、うん、ああ、はい、はい、で、私は渦の底から、うん、じゃあ27分の作品です、はい、あともう一つが U、うん、33分の作品です、はい、こちら A 面、 A 面、はい、はいはい、そして B 面が初めての渦が16分、はい、で、アルムが34分、はい、ホワイトノイズが25分の B 面、はい、大阪でね、愛のくだらないをやるときに、やったときに、はい、アルムを一緒に上映したりとかしてたんですけどね、うん、はい、アルムは34分なんで、まだね、はい、短編言うてもちょっと長めのね、作品ですけど、9分とかですよね、はい、9
19分とか16分とかだったりするので、うん、こちらの方はなかなか見れません、うん、こういう、ね、スクリーンで確かに、ね、はい、大きいスクリーンで見れませんので、この機会にぜひぜひ皆さん、ね、はい、見に来てほしいと思います。はいはい、あ、私がパンツをあげたのはね、うん、彼氏と喧嘩別れし、うん、瞬間お腹がギュギュッとなります。精魂突き果てながらトイレを求め、うん、求めさまよう、さまようっていうストーリー、話しとなってます9分ですからね、うん、うん、でもね、うん、あのすごいこう見たんですけど、はいはい、なんかすごいなんかなんだ、うん、いろんなことが起きます。いろんなことが起きるね。はい。なんか壮絶やなって思いましたから、この9分にギュッてされてるので、まあ、トイレがね、トイレとかその、まあ、僕らでもトイレ行きたいなと思って、うん、でコンビニに行くと、うん、貸し出してません。はい、いや、ある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 。なんかそういうような感じでトイレ行こうと思ってもなんか使用中とか、はいはい、何かがあってこう行けないっていう状況下で、いや、まあね、そのあのどうなるのか本当にね、ムカつくのが深夜さ、あの歩いててさ、トイレ行きたくて行こうと思ったら、あのビルの中にある、うん、あのコンビニとかやったらさ、ビルのトイレ使ってくれっていうパターンがあって、うん、あ、コンビニにビトイレがないっていう場合があるんだよね、はいはい、だから夜中歩いてて、あ、ここはやっと見つけたと思って入ったら、あ、どこにもないとか、え、次のコンビニどこやったっけみたいなさもうあの瞬間の地獄、ね、はい、一番切羽詰まってる時ですよね。はい、はい、私はルスのそこからは、うん、自分がレズビアンであることを悲観的になり、親友への思いを断ち切ろうと決意した、しかしある真実を突きつけられて、これね、いっぱい賞を取ってるんですよ、うん、まあ、レズビアンとかゲイとかの、東京の、はい、それにグランプリを取ったりとか、うん、愛知国際女子映画祭でもグランプリ、はいはい、で福岡インディペンデントのレインボー賞を取ったりとか、田辺弁慶映画祭の映画ドキュメンタリー賞を取っていたりとかっていう賞をたくさん取っていることになりますので、うん、ぜひね、この機会にはい、この田辺で初めてお話しした。ああ、なるほどなるほど。田辺芸画祭で、うん、私はそうなんだ。そうですよ、すごい。俺が知ったのは、ね、私が発芽する日だった。はい、なんかね、結構野本監督自体がふわっとしてて、うん、ね、可愛らしい監督で、うん、もしかしたら聞いていただけるかもしれないけど、まだ分からないですよね。可愛らしくとふわっとしてると来ていただけるかどうかも関係ない、関係ない。お会いしてほしいんです。実際に監督にも会ってほしいなと思って、ね、はい、ファンの人も大阪にもいらっしゃいますから、ね、はい、前回も急にいつ行きますついつい行きます。新しい作品とかもね、撮られてるそうで、うん、そうですね、今、うん、来ていただきたい、はい、はい、またきっとファン待ってますからね、はい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 、本当に短編であったり、中編であったりするんですけど、はい、本当に面白い作品たくさんありますので、はい、機会にぜひ野本梢監督特集に、はい、目上映に来てほしい。野本梢っていう監督がいるっていう知ってもらいたい。そうですね。そこは監督はマテリアル推しで、なるほどなるほど、なるほど、はい、推してる感じですね。はい、はい、お貸しくださいませ。はい、はい、ということで今日のグッドボーイでしたということですね、はい、エンディングなんですけど、はい、まあ、リュウジですよ、はい、ドラゴン映画祭でね、40周年リュウジ公開から40周年を記念してということで、今回3回上映、やりますので、はい、ぜひこれ見に来てほしいなと思いますし、またここで9月に、上映するライフワークオブアキラ・クロサーも、実はドラゴン映画祭でも、上映することになってますんで、まあ、ドラゴン映画祭結構濃いい感じで、ね、いろんな作品が出てきますし、22作品ですね、まあ、前夜祭から含めてという話になるんですけど、で野本梢監督の愛のくだらない、はい、これね結構全国で公開されたやつなんですけど、はい、
再び、上映するのは久々だと思いますんで、はい、でっかいスクリーンでぜひね見ていただきたいなと思います。僕愛のくだらないはね、野本監督の作品の中でちょっと違うというか、いつもの野本監督じゃない感じというか、いろんな要素があるんだけど、あの何やろうな、他のやつとはちょっと違うなって思って見てるので、これ見てほしいなと思うんですけどね、はい、まあ、あのともあれ、あのリュウジが今日ねドラゴンが熱く語ってくれてますんですけど、あのリュウジがね、あのなかなか見れないものがようやくここで40年ぶりにスクリーンで見れるっていうことになってますんでね、あのぜひ、ドラゴンの野菜で、リュウジ見ていただきたいなと思います。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います、ありがとうございました。はい。